そうそう、うちの話めっちゃいっぱいの方でしょ。で、政治的な話でもね、すごいその大きな話が多いでしょ。で、あんまり細かい話ですね、ほとんどないんです。久しぶりに細かい話した。あ、パクの話ね。パクトラカイの話。細かい話は得意だよ、それは女やないからね、どっちか言うからな。そやけど、まあ、封印、封印ってわけでもないけどな。封印ってわけでもないし、うんが、わ、うってもないし、あ、今のうんが、わ、っていうな。細かい話っていうか、あ、そうそう、喫茶店なんですよ。なんだか知らんけど、一般内で、その、マスターはめっちゃブレンド力要求されるコーヒー豆な。ママさんそうじゃない。ママさんはどっちか言うたら、ゆで卵の茹で方とか、そっちやな、要求されるの。不思議やろ。ママさんがゆで卵の茹で方が、おっさんみたいと怒る客が。だから、あっちの話では固まらんやろ。あ、でもな、ママさんが要求される紅茶の方はやたらない。な、自分で紅茶食べブレンドせんけどな。じゃあハーブティーで、ハーブティーで、まあ、ママさんがハーブティーのブレンド上手。あ、そら、あ、そらそうやろ。うまいな。味わからんくせに。わかるよ、さ、体が、体でわかんねんから、ハーブティーなんだ。まあ、料理とかやったら、まあ、まあ、ママさんっていうのは、まあ、煮物。あの料理屋とかでもね、料理屋とかでもね、ママさんが要求されるのは確かに煮物でしょ。じゃあパパさんちゃうね。マスターが要求されるのはそのね、その包丁さばきの方でしょ、ね。そういう、なんか微妙な分業じゃないけど、便業でもないけど、不思議やな、あれ。もうちょっとちゃんと解析したら面白いんだけど、うち、これ解析するの面白いって、自分でも思ってるけどな。もう疲れて。自分でやって。